お邪魔してるんですか。はい、お邪魔します。うわ、綺麗ですね。で、これ最初は内装はこういう感じではなかったんですか。全真っ白です。あとは向こうの壁紙も全部全面張り替えたんですか。はい、天井以外全部。お部屋どれぐらいの広さあるんですか。70平米とかだった気がする。超巨大ホストグループ SPL、 東京の画商ユナイテッドディアーズで絶対的な存在を誇る一人の男、支配人木崎一馬。今回彼が自身で作り上げた驚愕の自宅にメディア初潜入。そして今まで明かされてこなかった木崎一馬のホストとしての生き方、その素顔に迫る。この部屋一番どこが気に入って決定してるんですか。そこじゃないですか。バーカウンター、タッチバックしながら目に開いて、あの松茸なんですよ、あれ肝なんですか。え、これどうしたんですか。これはどこで見つけたんですか。そういうフィギュアがあって1体7万とかするんですよ。セットじゃないんですか。セットじゃないんです。1体で7万とかして、4体あって、それが普通は立たせるんですよ。ああやってタッチバックさせたのは僕。そうです。このカウンターの下の LED ライトもマジで真っ白だったんですよ。ここだけ変えてないんで、でそれが元の色。これ全部これだったっす。これ当然剥がせるやつ。剥がせるっす。だから出るときに剥がしたらマジで普通の賃貸みたいな。玄関まで全部貼ったってことですか。トイレも寝室も。トイレもこだわったっす。いや、トイレも真っ暗なんですけど、はい、一番のこだわりは、はい、なんかこのライトを、暗めのライトをつけた。ああ、そうなんですね。寝室に室みたいな感じ。いつも黒くして、ここだけ白くしたのがスクリーンというかプロジェクターで。あ、なるほど。ちょっと気が白い。やば、映画とプロジェクターで見て、はい、家全部ほとんど壁紙変えたってことじゃないですか。どれくらいかかったんですか。一ロール、高いやつ安いやつってあるんですよ。こういうのをリビングのあれなんですけど買って買って、それで2枚とかしか貼れないんですよ。一ロール2万とかで、全部で60、70万ぐらいは壁紙だけかかったっす。その作業がどれぐらいの長さかかってますか。本気出したら1週間とか1週間でできるっすけど、そんな根気よくやらないんで、廊下完成したのも最近です。暇だなと思えばなんかやるんで。すごいですね、本当に頑張ってますね。ただのちゃんとしてらっしゃるんですね。失礼ですよ、何やと思ってんですか。失礼でしょ。 C 社の準備を進めるカズマ、ここでもう少し部屋を案内してもらうことに。ワンピースの懸賞金なんですよ。海賊王になりたいから500円玉貯金を宝箱でするっていう。これ全部500円なんですよ。これも千円札で100枚で、こういうこまごましたの好きですよ。あとこれちゃんとレッドブル、レッドブルパンパン。マジゲームしないから飲まないですけど、するときするんですけど、酔っ払ったりするとできないんで、忙しくて。そのデスクはもうゲーム専用ですか。ゲーム専用です。このダーツもゲームです。ガチダーツなんで。ちゃんとオンラインできる。ほら、ブラ入んなかったから取らないで。ちょっと難しい。っていうか、本当にバーですね。カラオケがあれば。カズマさんってディアーズの中でもすっごいおしゃれだと思うんですけど、昔からですか。いや、私マジダセって言われた。すごく田舎のヤンキーなんで。東京来て一番最初に働いたお店の社長がモデルやってて、お前マジ出せんなって言われて、そっからです、暇な時とめちゃダメな時は作って吸うようにしてるです。2時間ぐらい持つんで。これ、ここで撮影スタッフがずっと気になっていたことをカズマに投げかけた。カズマさん、また入れ墨増えました、ね、
はい、最近は足とかの脱毛も終わったんで、うん、もう足もだんだん埋まってって。カズマさんがこう入れ墨入れる理由って何かあるんですか？入れ墨は助かってる分僕多いんで、入りすぎてるからこう目立てるとかで認知度が上がるっていうか、入れ墨の人とか SNS に流れてきても目に留まりやすいとかで、首までこんなに入ってる人なんてあんまりいないんで、そこら辺は入れ墨のおかげだなって思いつつ、見えないところも増えてきてるんで、まあ、どうなんだろうっていう。背中も、背中もお腹も足も最近太もも増やし始めて、一つ一つの柄にこう意味を持たせたりとかってそうあるんですか？最初はあったけど、うん、もうこんだけ入ってると理由なく、意味あるやつとかはあったりするんですけど、指とかは意味あったりとか、龍の目玉に親の名前入ってたりとか、要所要所ではあったりはするんですけど。和洋折衷とか、和彫りはもう若い時にこうバッて入れちゃったから、18歳とかでこうやっちゃったんで、ここまで色も入れちゃったんですか？色も入れちゃったんで、そこはもう消せないんで、新しく増やしてるのはもう洋彫りしかないです。カズマさん的にはあまり和は好きじゃない？怖がられる方が大きいから、うん、こんだけ入ってたらあんま変わんないんですけど、なんかこうザみたいなのよりかは、まあ、まだいいかなっていう。首が入った時はちょっとびっくりしましたね。もともとキスマーク2個入ってて、うん、それがめっちゃ真似されて、キスマークポンポンなんで、売れてなさそうなホストもキスマーク入ってる人とかいて、うん、で歌舞伎町ですれ違う時とかに、絶対こいつ売れてないでしょみたいな人がこう同じような入ってると、うん、まあ、マジで嫌だなみたいな、こいつと一緒かみたいなと思って、もう真似できないようにしようと思う。心臓の柄が入ってる。心臓です。でお酒飲んでる時こう喉動くんで、酒飲んでる時に生きてるなみたいな。鼓動してるみたいな。はい。後付けですけど、めっちゃ入れてから、あ、そういえばみたいな。顔はいかないですよね。止めない親が止めたっす諦めてる親が入れたいですけどね。経営者とかになってもう現場に出なくていいとか、はい、もうその辺になってで好きなことできるようになったら、もう、まあ、入れるのもありなのかなと思うけど、僕はもう隙間を消す作業に入ってるんで次ここになんか埋まればいいやみたいな感じで入れ始めてるんで。次週、めっちゃ喧嘩して一回退店届まで出して、ちゃんとやんないんだったら戻ってこなくていいよみたいな言われて、何やってんだろう俺みたいな。檜崎一馬のホストとしての知られざる苦悩、そして彼の本当の姿とは。Invitation by your time